どうも、自己流ミニマリストのリアルです。今日は実家のお片付け第5回目大ショックです。もういきなり大ハプニング。ゴミ収集車が行った後でした。もうやる気喪失もいいとこ。先週ね、土曜日に来たんですよ。母の要望がありまして、要望というかね、わがままというか、下着をね取ってこい、洋服をね取ってこい、服がない、持って行っても持って行っても言うわけですよ。電話かかってきて、もうわがまま言わんといて言ってね、電話でブチ切れてしまいまして、私もブチ切れたものの気になってね、もうその話はね前回の動画でもしましたけど、ゴミを出す日じゃない日に来たわけですよ先週。でゴミ出せなかったから、ゴミ出しに行かなきゃと思ったんだけど、もうあまりにも疲れすぎて、その時も頑張りすぎてね、次のゴミの時もう行けなかったんですね。母のその住んでるサービス高齢者住宅に荷物持って行ったりもしなきゃいけなかったし、もう大量の荷物ね、もう死体2人分ぐらい入ってるような重い荷物を一人でガラガラ引いて担いで行ったわけですよ。もう体がね、もう本当ね、もうバラバラになりそうなんですよ。それでね、来れなかったんですよ。でやっと来れたんです。もう今日ほんとね、5月晴れっていう言葉がぴったりなぐらい、めちゃめちゃ天気良くて、空も青くてね、風も気持ちよくて、湿気もないし、これは掃除日和や、片付け日和や、ゴミ出して頑張るねと思って来たんですけど、この家のね界隈に着くなり、なんかねひっそりガラーンとしてるんですよ。えと思って慌ててきたら、もうねゴミ収集車行った後、もうネットがね道のあちらこちらにこう放り投げられてて、ゴミ箱をね逆さまに向けて蓋してあったりとかして、もうね落胆ですよ。もう肩を落として、もうやる気なしみたいな、もう本当にもうショックすぎる。バス乗り継いで来てる場合じゃないかも。バス30分ね、バス停でばったりとかして来てるんですけど、もうタクシーで来た方がいいかもしれない。もうお金かかるけどね、ゴミ出せないの来ても意味なくないですか。まとめて出すって言っても限界あると思うんでね、前回の分出すのも全部出せるかどうかなと思って来たのに、もう昨日の夜からもうそわそわですよ、ゴミ出すと思ったらね。もうこれまとめて業者に持って行ってもらったらスカッとするんでしょうけどね、もうそこはドケチなリアルなんで、ドケチリアル、次のゴミの日も頑張ってきますかね。ということでね、来るなりいきなりぼやきまくってますけれども、今日はもうゴミ出しもないということで、もう気を取り直してね、やる気はない、落胆と言いつつも、そこは全ては想像力ね。ゴミ屋さんも早く来たい日もあるやろうと、ゴールデンウィークの合間ですかこれ、そんな時もあるやろうと、天気もいいし仕事もはかどって早く終わったんやろうと、引き止めちゃいけない、次回きっとたくさん持って行ってくれるだろうということで、今日はねいろいろね機材を用意してきたんですよ。三脚買ってみたり、こう家の中がね暗いし、あの電気がチカチカとかしてて、少しね照明とか工夫したいと思いますので、気を取り直して、なんかこう違った楽しみ方したらええんちゃうかな。こうゴミ出しゴミ出しと思ってたけど、もうゴミはもう諦めて、楽しく今日は YouTube を撮っていくというねテーマでやったらどうやろうかと思うんですね。三脚、そしてこれねライト、夜ライトね、チカチカしてたりとか、あれちょっとね私ももう気が狂いそうになるんで、チカ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 延々やられてると、あんまりこういうの得意な方ではないので、何でも適当な方なんでね、得意って思われたりするんですけど、適当ですよ、何でも、何でもなんちゃって。うわいやもうしかし残念、なんだかんだ言って諦めきれない自分がいます。どっかにもうほんとショック、ゴミ出したかった、山のようにゴミがあるのに。どうすんの、うわこんなですよ、めっちゃ明るい、こうやってこう当てつつこうすか。でも私帽子かぶってるからな、帽子で顔が影になりますやんね。帽子外してもいいんですけどね、すっぴんやしな、いっか。メイクしてこようとは思ったんですけど、朝時間ないんです。なんで皆さんそんなね時間あるんですか。
これでいい？もう汚いもん。いいっすかこれで。ハゲですけど。髪もセットしてない。新しいこれスマホね、買ったんですよ。全然まだ使いこなせてないんですけど、何せ契約すらうまくいってなくって、Y モバイルのなんかネットだけで使えるやつとかにしてあるんですけど、Wi-Fi でね、家で使う分にはうまく使えてて、電話の契約してないのに、古い方の電話が鳴ったら、新しい方の電話も鳴るんですよ。二つ一遍に電話鳴ってね。で、新しい方でも喋れるんですよ。かけることできないんですけどね。で、ネットの契約にして、1ギガかなんかの契約にしてるんですけど、ネットは使えるはずなのに、外に出たら、ネットも使えないというね、謎の現象になってまして、Y モバイル行かなきゃなと思いながら、なかなか行けてないんですけど、コンビニと、実家と、母のところと、しか行ってないです。ここ、何ヶ月。それでね、もうなんかもうすごい状態、もうほぼすっぴん、もう髪ボサボサみたいな感じなんですけど、ライトね、使ってやるのに、帽子かぶってたらもう顔がもうめっちゃ影になっちゃうんで、ちょっとね、今日はもう撮ってやってみようかなと思うんですけど、もうリアルなね、状態でお届けするというのがモットーですので、もうお見苦しいですけれども、ご了承ください。荷物をひっちゃかめっちゃかに出して、今整理してるとこですね。いっぱい機材類とかね、手作りの巾着類、これも機材入れるバッグとしてね持ってきましたよ。隠しとこうか。でこの辺ガムテでね、ゴミ袋の補修しようと思ってガムテ持ってきて、この辺はおやつとかゴミ袋、大切なポーチ、いろんな7つ道具が入っております。日焼け止めなんかもね、ちょっと夏やから追加してみました。眉毛ぐらいちょっとアイシャドウでね入れたりするのに持ってきましたよ。汚いけど、あ、なんか外れてる。コンビニで買ったような安いやつね、とかもうほんま化粧なんかほとんどしーひんからね普段。眉カットとビューラーとなんかリップグロスみたいなやつぐらいしか持ってませんよ。もうそんなんが今日増えてるぐらいかな。この間買ったチョコレートとか入ってますけどね、チョコレート。今日ね来る時からすっごい荷物多かったんですよ。ゴキブリ対策しようと思って、でゴミもうワンサカ出してやろうと思って45リットルね30枚入り持ってきました。これも薄いんかな、この間からね使ってるやつ薄すぎても破れてするからいいやつ買わなと思ってたんですけど、もうついついイオンのネットスーパーでね楽して頼んじゃいました。イオンでも高いの売ってるけどね、ついついなんかいつものやつをポチッとやっちゃいましたね。はい、今日はちっちゃいキャリーケースで来ましたけども、中にカバンも入れて、そんでいつものカバンやね、もうぐっちゃぐちゃよ、なんか いつものポーチ2つ目で、今日はねお弁当持参、お弁当の中身は後でのお楽しみで、チョコレートポーチにも入ってたね、そういえばチョコレートね、もう中毒ですよ。でペットボトルのこれは家で飲みかけてた炭酸と、カフェインレスの生茶、手帳とペンと日焼け対策の腕にねつけるやつ、なんていうのかな、鍵、私の腕をボンレスハムにしてくれる、これこそリストーム、あ違う、これもともとねあれですよ、ふくらはぎのやつ、ウォーマーなのかな、引き締めのやつなのかな、わかんないですけど、私は寒がりなんで腕用に持ってるんですよ。いろいろ色違いとかね、黒の無地のやつとかね、いろんなメーカーのやつ持ってますね。これ足にもできるしね、持ってると寒がりには重宝します。腹巻きとかね、今日腹巻き言わす、あったあった腹巻き、ユニクロのヒートテックのこれしとかね、今ひんやりしてる、動き出したら熱くなってくるかもしれへんけど、それといつもの財布とスマホね、古いスマホと、靴はボロボロですけれどもニューバランスが愛用してます。歩かなあかんときはニューバランスっていうか、もうほぼ歩いてるからね、いつもスニーカーですよ。はい、こんな感じですかね、ざーっとね、ざーっと片付けたらそんでいいんですよ。だいたいどこに何あるか分かるようにバーっとね置いたらそれで OK です。汚らしい荷物紹介をこの辺にして、もう見苦しいんでね、もうあんまりまじまじ見ないように皆さんねテレビで見てるとか言うんですよ。私なんでね、このスマホのね上のね、こう長くした状態で、縦長にした状態で上の四角のところで見れるじゃないですか、 YouTube って。で私編集したりとかいろいろするのに、
その画面でしか自分の見てませんよ。それをね、皆さん、あの、家族でリビングで大画面で見たわとか言うんですね。もうやめてっていう感じで。お願いやめてって、それは計算に入ってなかったっていう。外ね、歩きながら自撮りで、もうこの画面からはみ出るぐらいに顔を映したりしてますから、ようそんなことするわって感じなんですけど、まあほとんど顔隠れてますけども、あまりアップにはしないでください。ハゲてますんで。では、今日も頑張ってまいりたいと思います。これを私、捨てに来たんですよ。もうこのゴミを見たらまた泣いてきました。捨てたかった。もう、本当に、ショックすぎる。これこの間頑張った証。また増やしていくんですけど、これを今日。ゴミ捨てるのが間に合わへんやん。ほんまに。まあ、業者呼んでね、捨てなあかんねんもこれ。まあ、頑張ってね、地道に捨てていきたいと思います。限界まで頑張っていきたいと思います。ではね、窓開けからね、捨ていきたいと思うんですけども。ショックだった心をね、癒すために、今手洗ってうがいしてきたから、リンゴジュースから参りたいと思います。シナノスイート。これちょっと換気扇でしょ。来てなかった間に、カビと胞子が。腰に手を当てて、リンゴジュースを飲む女。まずはキッチンに追い入ったね。キッチンのここのゴミ受けのところがもうね、カビですごいことになってるから、来るたんびにこれ配管するんです。配管がやられるからと思いながら、今日もしゃべり倒していくよ。さあ開けていくよ。撮影に不具合が生じる。めっちゃ全部消すね。ライト足りへん。暗い。全部開けてみるね。どうやって開けるの？何も考えてへん。盛り上げていくぞ。すごいね。ゴミなめの和室。すごいね。ブラインドってさ、難しいね。うまくできない。すげえな、この頭。頭がすげえことになって、ここ、水道がやっぱり詰まってて、パイプ詰まりの薬品を買わなくちゃ。いっぱい、捨てるものとかいっぱいある。どっから取りかかろうかな。よし、じゃあ、下全部閉めたね。あ、じゃあ、閉めてどうすんねん。下は全部ね、窓開けてきましたよ。じゃあ次2階ね。下の階段どこからやな。これも窓開け。
窓を開けるだけでさ、一苦労よ。全部開けなくてもいいん違うって感じやねんけど、なんか開けな気がすまへん。ちょっとしばらくさ、閉めてもいいかもな。風が強いから。あれ閉まらへん。ここはやめといた方が良さそう。あ、ここはやめよう。なんか、まあどうか。でもなんか気になるな。そっとしとこう、ここは一箇所ぐらい開けんでもいいやろ。このハンガーラックも全部分解したらいいんじゃないかな。燃えない意味でも燃えないかな。次はここ。ここのね、ここのほら、ものがなくなったから、窓をね、開けられるようになったんですよ。それが全然違う。明るさも違う、陰険さも違う。これ、床2回掃除機かけてないん違う、私。そんな気がする。掃除機かけようか。もうちょっと髪の毛が、もう、ほこりがすごいし、生まれたてのひよこみたいになってね、髪の毛がもう、剥げてるから。みすぼらしいからね、もうこの辺がね、こうわさわさしてね、気持ち悪いから、もう帽子かぶります。掃除機どこ行った？ちょっと吸引力のいい掃除機見つけて、それをかけたんやけど、どこ行ったっけ。2回、あれ1回持って行ったんかな。ちょっと見てくる。多分2回も掃除機かけてるね。もうね、私ここに何回来て、で何回目に何をどんだけしてってね、もう記憶はね、もうね、ないんですよ。よし、ちょっと上をね、ガーッと掃除機かけますわ。多分ほこりがこう落ちてくるでしょ、夜の間に。ね、何日も来てないから余計ですよ。ガーッと掃除機かけてから動いた方がいいでしょ。やりますね。してる場合じゃなかった。ちょっとヒヤッとするなと思って腹巻きしたらやっぱり暑いな。すぐ体が温まる。いい運動になりますよ、掃除機。見てもらってるから頑張るなっていう気持ちでね、やりますよ。よし、行くぜ。今日はスーツケースで帰ろうか。
に聞いてある。取ったら怒られてる。物をどけて掃除機って嫌なんですよ。もうだから物は全部処分。はい、もうザーッとでいい。ザーッとクローゼットの中もザーッとやった。もういい。もう掃除機嫌い。掃除機っていうかもう掃除全般嫌い。よいしょ。嫌い嫌い。今日の一つの目的はゴミ出しだったでしょ。もうゴミ出しがダメだったでしょ。じゃあもう次はここですよ。このリアルの流儀未公開部屋、ここをちょっとねザーッと片付けたい。新聞引いてあるの何年のやつか気になりますって言った人いたけど、あのリビングのねカーペットの下にガム手で補強してこう大きい新聞紙ね、絨毯の大きさの新聞紙、絨毯1枚分の新聞作ってましたけど、うちの母なのか父なのか、あれ何年だったんでしょう言うてね、もう捨ててしまったから分からへんけど、この上のここに置いてあった新聞は2012年、2012年って2012年1月9日で、え、私まだ子供産む前ちゃうやろか。まずは換気からですよ。もう上乗るしかない。よいしょ。丸見えやから多少閉めとかな。やっぱお腹空いてきたな。さっき食べるかな。よいしょ。顔は痛い。顔は。はい、今日のお弁当。今日のお弁当っていうか、お弁当なんか私持っていかないんですけど、栗原はるみさんのガーゼタオル、お弁当も包めるとかいうやつね。この手のものはほぼ全部処分しましたけど、もうそれこそもう何百枚ってあったけどね。私もほんまよ、洗面所の扉バッて開けたらもうブワーってありましたから、100枚単位ありました。全部捨てて今もう2枚だけ。もうこれもね買ったばっかりやったしっていうのもあるんやけど、2枚ぐらいねやった方がいいかなと思って、炭酸ビールの代わりに炭酸いつも飲んでます。でお弁当、じゃーん、雑穀米の鮭おにぎりと石焼き芋でございます。戦時中の子供かっていうようなお弁当でございますお弁当っていうかね、昨日作った石焼き芋があのキッチンに置いてあったから、それそのままバッて1本取って、でご飯あの朝昨日の夜のジャーに残ってたやつを冷凍するときに余りをラップに乗っけて、鮭のフレークみたいなやつ、この間母の家から持って帰ったやつ、それをもうバンと入れてラップでぐるぐるって巻いてきただけですよ。おにぎりって言うのかっていうね。こんなんで十分ですよね。凝ったお弁当なんて作ってる暇ないし、凝った弁当じゃなくてもこれで十分美味しい。やっぱり明るいと気分が晴れるというか、気持ちが明るくなってくるかも。さつまいもの色が綺麗に映るんじゃないですか、ライトで私の顔よりさつまいもの方がいいでしょ。これさつまいも食べて頑張らないとね。まず片付けの基本、物でも考え方でもすることでも何でも人間関係も全てにおいて共通して通用する方法、まず把握、全体を把握する、全部出して把握して、明らかな不要なものゴミは捨てて振り分けて、さらに厳選して残ったものを大切にする。そしてバージョンアップ、ブラッシュアップ、それと追加やね。まず全部出す、把握する、間引きする、選別ね、それと更新する、それと追加する。分かりやすくないですかこれ。一番私が大事にしてるというか貫いてるやり方が、同じ種類のものは同じ場所に固めるっていうねやり方、それで全てが片付く気がする。そんな感じでねいいと思うんですよ、何でも。そうするとすごく把握しやすいし、どれだけ必要かどれだけ不要かっていうのがすごく一目瞭然になるから、捨てやすい、間引きしやすい、で早くスムーズに選別ができて、あとはもうそれをね極めていくだけですよね。磨いて
手入れしてバージョンアップして足りないものを追加。なので今日もねそのやり方にのっとってやっていきたいと思いますよ。リアルの流儀未公開部屋がありますので、先ほどもちょっとねちらっとお見せしたかと思うんですけども、ほぼ手つかずですので今言ったようにねやっていきたいと思います。頑張ります。ね、この動画をティフォンの、ね、スマホ中から現在ユニクロのタートルと下はヒートテック、これも持ってたり、これと見ていくのは今でもいいんだけどな。これタートルも持ってきたなと思ってたんですけど、なんかね片付けながらちょっとゆっくりしたいなと思って、誕生日です。5回ぐらいもう気持ちがさなければいけないという新たな任務なんですよね。これね持ち込むね、労働でしたので、今、時にこうバーッと広げてこう話し合ったりしてそのまんまになっているので、おやじとかおじとかおやじとかね、そもそもにあげるとかですけど、この辺もゴミだいぶ上げる。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いします。ツイッター、インスタもやってます。それではまた。